RCC スクール湯崎知事と語ってみた、サポーティッドバイタミヤパーツ。ありがとうございます。皆様だいぶ進行に慣れてきていただきました。改めてよろしくお願いいたします。湯崎知事と語ってみた、サポーティッドバイタミヤパーツ、今日は庄原の地で行っていきたいと思います。まずは参加メンバーを紹介していきたいと思います。自己紹介でお願いいたします。じゃあ私の方からまず順番に中上さんからよろしくお願いします。東城高校2年の中上也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続きましてお隣お願いします。庄原実業高校3年の勝部です。お願いします。よろしくお願いします。では続いてお隣もお願いします。庄原実業高校3年の桐岡凛です。よろしくお願いいたします。可愛い名前でよろしくお願いします。では新庄高校のお二人もお願いします。茨さんからいきましょうか。広島新庄高校の茨真由子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。広島新庄高校の藤原夏樹です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてこの湯崎知事と語ってみた、サポーティッドバイタミヤパーツ、スペシャルサポーターとしまして STU48 峰吉有沙さん、現役の高校生ということで参加いただいております。はい、よろしくお願いします。はい、 STU48 の峰吉有沙です。今日もよろしくお願いします。峰吉さん、もう随分これ長く参加してもらってますけど、どうですか、はい、毎回得る刺激とかどんなこと感じてますか。本当に毎回高校生の皆さんがすごい自分の考えをたくさん喋ってるのを見て、はい、あ、もう自分もしっかりしなきゃなって思わされるので、はい、今日もいろんな意見がたくさん聞けるのを楽しみにしています。峰吉さんも第一線で頑張ってますが、高校生のみんなの頑張り聞いて、うん、なんか普段の生活こんなことやってみようとか、うんうん、何かちょっと自分の中で変化とかってどうですか。なんかすごい、なんか選挙のこととか、はあ、すごい難しいこととかも考えてたじゃないですか前回、はい、なんか私もちょっと興味を持ってみようと思いつつあります。思いつつあります。思いつつあります。皆さん、はい、今日も楽しくよろしくお願いします。よろしくお願いします。この企画は広島、東広島、呉、そして今日は庄原が舞台なわけなんですが、湯崎知事と今広島の高校生本音で語り合ってもらおうというものです。この模様は RCC 公式アプリイラウでも配信しております。ぜひ最後までご視聴いただきたいと思います。では改めて湯崎秀彦知事です。湯崎知事、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですか、庄原来ることも多いと思うんですが、はい、今日県立広島大学舞台ということで、なかなかちょっと気温も市内と違いますね。ちょっと涼しいですかね。もうでもすごく、昨日雨降ってちょっと大丈夫かなと思いましたけど、はい、すごくいい天気になってね、田んぼが綺麗で、はい、すごくなんか最高な庄原な感じですよね。本当そうですね。知事と各地回ってますけど、やっぱりこう場所場所で結構いろんな魅力、当然話をすると課題もあるんでしょうけれども、やっぱり広島県っていろんな土地があっていいなと思うんですけど、知事いかがですか。そうですよね、本当に、よく言われますけど、海から山まであって、はい、山は雪国だったりするじゃないですか、はい、で本当に各地それぞれ美しいものとかね、ずっとこう伝統でこう引き継がれていることとかあって、はい、で本当に地域地域の、ね、素晴らしさっていうのがあるなと思いますよね、はい、今日は割と下調べした感じ、皆さんリアルに知事に聞いてみたいことがある、意見をぶつけたいことがあるような面々揃ってますんで、はい、最後までよろしくお願いします。はい、お願いします。ではまずは湯崎知事から広島ビジョン、こちらぜひ皆さんに知ってもらいたいということで、広島ビジョンの概要を教えてください。お願いします。はい、それではですね、まず今日未来を語る上で知ってもらいたいなと思うこの広島県のビジョン、これ安心誇り挑戦広島ビジョンというふうに言うんですけども、これについて簡単に説明をしたいと思います。このビジョンというのはですね、今から10年後の目指す姿とその実現に向けたこの取り組みについてですね、まとめたものになるんですけども、これはいわゆる広島県の総合計画というものにあたります。で今から10年後皆さんどうなってるかな。20代の半ばぐらいで、きっと進学したりとか社会人になったりして、頑張ってる、場合によってはね結婚したりして、人生のこう分岐点を、ね、迎えてたりするんじゃないかというふうに思いますけども、
まあ、これからの皆さんの将来と広島県の目指す姿っていうのをこうちょっと重ねてみるとですね、まあ共感できるなっていうところとか、こうちょっと足りないんじゃないかなっていうようなところもあると思うので、またあの後で意見をいただければというふうに思います。それでこのまあ未来のこのまあ前提なんですけど、それはまあ今ですよね。で今どんなことがあるかというとですね、まあ、次のページをお願いできますか。あれ次のページちょっと待ってください。次のページの方にちょっと移らせていただきたいと思います。どうでしょう、次のページを、はい、ああ行きましたね。はい、行きました。いろんな課題がありますよね。人口減少とか少子化高齢化とかっていうことは、まあ、まさに昭和の皆さんとかね、実感してるところもあるかもしれませんけども、その他にも、まあ、今まあ、戦争起きてたりとかね、あるいはもちろんコロナがあったりとか、いろんなこう難しい環境がありますよね。で、あ、ごめんなさい、これちょっとこれ行き過ぎてますね。このもう一個前ページがちょっと戻りますでしょうか。はいはい、あれこの次です。はいはい、これです。はいはいはい、まあ、非常にですね、この将来、まあ、10年後本当にこういうこともどう含めてどうなってるかっていうのを見通すの難しいような状況なんですよね。まあ、そういう中でもしっかりとこのバトンを次の世代にこう渡していかなければいけないというところがあって、まあ、この安心誇り挑戦広島ビジョンの中に基本理念と目指す方っていうのを定めています。でそれが次のページですけども、基本理念というのは、将来にわたって広島に生まれ育ち住み働いてよかったと心から思える広島県の実現なんですが、目指す姿というのはですね、県民一人一人が安心の土台と誇りによって夢や希望に挑戦をしていると。で仕事も暮らしも里も町もそれぞれが欲張りなライフスタイルの実現というふうに言っています。で目指す姿の実現、次お願いします、に向けてはですね、まあ、やっぱりまず安心というのが必要ですよね。やっぱこれが土台になるんだと思います。でその上でこの、すごく豊かな庄原の自然とかもそうですけども、あるいはこう、ね、広島はものづくりがとっても、得意な県ですけども、そういった、いろんな強み、まあ、これが広島県の誇りになると思いますね。でこの安心の土台と、それから広島県の強みだったりとか、まあ、いいところ、まあ、誇りになるもの、これをまあ高めていくことによって県民の皆様がどこに住んでいても夢や希望に挑戦できる社会を作っていこうということです。で、こうした挑戦の、ね、こう実際にですね、こう挑戦していくということは県民の皆さん の、 この働きがいとか生きがいになってですね、まあ、それぞれの地域で、この活力を生み出して、でそれがまた広島県全体 の、 この発展とか活性化につながっていくというふうに思っています。でこれを進める上でですね、次のページをお願いします。3つの視点というのをですね、持って取り組んでいます。一つはデジタルトランスフォーメーション DX、まあ、よく最近聞く言葉だと思いますけども、今このデジタルがね、もう本当に社会の中に入ってきて、まあ、嫌がおうでもデジタルっていうのが進んでいきますと、まあ、皆さんデジタルネイティブだと思うんですけども、まあ、これをですね、まあ、うまく使っていくっていうことが次の時代に非常に大きな鍵になっていきますと。それからもう一つが広島ブランドの強化というもので、まあ、せっかくいいものを持っていてもそれがこう知られたりとか認知されないとですね、なかなかね、そういう評価されないっていうのがあります。まあ、認知されると誇りにつながっていく。 STU48 ね、素晴らしい歌を歌ってとってもね、ね、素晴らしいパフォーマンスをしても誰も知らなかったら残念だよね、うん、やっぱり STU がみんなに知られることによって、まあ、人気も高まって、うん、そしてさらにそのパフォーマンスに磨きがかかっていくっていう、これが広島ブランドの強化にあたりますね。で最後に人材育成なんですけども、まあ、非常にさっきも言ったようにこう不透明な将来がどうなるかわからないような時代になってきてますけども、そういう中でこう自分でこう物事を考えてですね、
で解決策を見つけて実行していくというそういう人が必要になってきます。そのために本当に赤ちゃんから大人まで一貫した人材育成をですね今進めていると。生涯にわたってこうずっと学び続けていくっていうそういうことが非常に大事だなというふうに思ってますけども、そういう人材育成を進めていこうということを進めています。で分野としてはですね、次のページになりますが、これだけたくさんいろんな分野があります。17の分野に分けて政策を作ってますけども、これそれぞれ分野について話を始めるとですね、とても時間がかかるのでそれは今日は割愛をしておきますけども、こういったそれぞれの分野で農林水産業なら農林水産業で先ほどのですね、人材育成とかブランド化だとか、そういうこの視点あるいは DX っていうのをこう視点として持ってそれを発展させていこうというふうに取り組んでいるということですね。はい。皆さんが将来のことを考えるときにね、このビジョンを思い出して何らかの参考にしてもらえるととても嬉しいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。藤原さんは割とこう世の中のこととか経済とかいっぱい関心があるっていうこと聞いてたんですけど、かなり熱心に聞いてましたけど、どうですか、県がこんなに結構長きにわたってプランってね展望考えてるじゃないですか、感想とかいかがですか。広島県が他の県にはないような視点を持って多くのことを挑戦していこうとしていることがすごいよく分かって、これからもどうなるか楽しみだなって思いました。ありがとうございます。藤原さん結構いろんなこと興味があるということなので、この後いろいろ深めていきましょう。ではいろいろ皆さんの声聞いていきたいと思うんですが、まず最初に広島での就職または起業や暮らしについて聞いていきたいと思います。この後将来的にですね、広島で、事業を起こしたりとか働きたい、事前に皆さんにも聞いてますけれども、広島でこの後働いたり事業を起こしたり仕事していきたいかどうか、丸か×で正直に答えていただきたいと思います。では記入の方お願いします。2人1組のところは真ん中でホワイトボードを割っていただいてお願いします。結構これまで各回皆さん忌憚なく三角も×も丸もいましたのでお願いしたいと思います。お、書けましたね。そっか、ミニオさんも3回目になりますね1回目が丸、2回目が20丸、はい、大変ですね毎回。ミニオさん遅めに出しても大丈夫ですからね。それでは上げていた、じゃあミニオさん以外いきましょうか。ミニオさん以外上げていただきます、どうぞ。丸、茨さん×、また聞きましょうね。で丸丸では、SU48 峰吉有沙さん、今回お願いします。はい、すみません、アーチェリーなんか、30丸にしようと思ったんですけどインクがポチャってなったので、インクがポチャっとなりましたね。はい、ちょうどよかったです。あら、丸が20丸になって30丸になりましたけど、はい、これはどういう心の揺れ動きがここまであったんですか。そうですね、もう最初から初めて出した時から丸だったんですけど、はい、こうだんだん皆さんのなんか広島でもっとこうしていきたいっていうのを聞いて、はい、あ、やっぱり広島いいとこなんだなって思って、私もずっと広島に残りたいなっていう気持ちが強くなりました。でも、はい、割とこういうお仕事やられてると全国に出たいとかもっと知られたいって気持ち、うん、もう今世界も行ける時代じゃないですか、はい、かつ今最新の曲は結構バズってるって聞くんですけれども、はい、それでも広島でっていう思いは どんなところで思ってるんですか、可能性も含めて。そうですね、確かにこうもっと広島以外のなんか日本とか世界にも行ってみたいなっていうのもあるんですけど、こういろんな県に行った上でやっぱ広島はいいとこなんだなっていうのが分かることとかもあるので、はいはい、将来的にはいろんなところ行くけど最後は広島に戻ってきたいなっていう思いはあります。これでも皆さん意見ぶつけ合う場なんで、一意見ということで引っ張られずに新庄高校の茨さんバツッとされましたけれども、マイク持っていただいて、どういう理由か教えてもらっていいですか。広島はすごいいいとこだと思うんですけど、外に出ないとわからないこととか、はい、外に出たからこそわかる広島のいいとことかあると思うので、広島県外で進学したり働いたりして、はい、その後に広島に戻ってくるのもありではないかなと思いました。
湯崎氏、これ毎回出ますけれども、まあ、当然広島の学びの環境ってすごく整えていらっしゃいますけど、やっぱりこういろいろ学んで持ち帰る福沢諭吉じゃないですけど、やっぱりそういった要素っていうのはいかがですか。すごく大事なことだと思いますよね。やっぱりあの世界は広いし、まあ、日本も広いので、あのいろんな地域のことを知った上で、広島に貢献してもらうっていうのもすごくいいことだし、はい、まあ、場合によってはね、その外にいてあの貢献してくれるっていうこともね、はい、あの多々あるので、それあのすごく大事なことだと思います。例えば、まあ、それこそ東京広島県人会とかね、はい、あの東京での広島県人の、まあ、集まりですけど、これものすごくあの人数も多いしすごい活発なんですよね、はい、それであのいろんなあの会社だとかあるいは、まあ、役所だとか、まあ、政治家の人たちも含めて参加してて、こういろいろこういろんな形でね広島のことをこうサポートしてくれてたりするので、はい、そういうのもとても嬉しいですよね。あ、うん、あの一方で新聞見るとあの一枚めくったところの下のところに知事の一日の動きって結構載ってて、この RCC スクールも時々出てるんですけれども、あの結構積極的に県外とかいろいろ視察とか会議とかも現場行かれてるじゃないですか。やっぱ行かないとわからないこととかもあったりするわけですか。そうですね、あの現場あの広島県というかですね、はい、僕 の, あの、3つの視座っていうのがありましてね、はい、まあ、県民起点、それから現場主義、それから成果志向っていうんですけど、はい、あのまあ、現場に行かないとわからないことってありますよね、はい、あのまあ、常に現場に行くわけじゃないですけど、あのこう肌感覚がわからないとわからないこともあるので、はい、やっぱりそういうところに出かけていくっていうのは大事ですよね。そういう意味でこう広島と違うようなところ、まあ、特に外国っていうのは非常にこう違いますけど、はい、まあ、今ね問題になっているウクライナとかロシアにしたって、はい、まあ、本当にどうなんだろうっていうのを言ってみないとわからないみたいなところもありますよね。今行くのは良くないと思いますよね、はい、あの今戦争中だから良くないですけど、あのそういうことはやっぱりたくさんあると思いますね、うん、そういったことも大きな要素の中で藤原さんは同じ学校なんですが丸ということで、ここの思いを教えてもらえますか。はい、私は将来薬剤師になりたいなと思っていて、はい、小学校の時に祖父が広島大学病院の方に入院したことがあって、その時にスタッフの皆さんがすごい優しかったのを覚えているんですよ。それで私もその一員となって働きたいなっていう思いもあるし、広島に住み慣れていてすごい安心できる街でもあるので丸にしました。嬉しいです。でもあの幼い時そういうことを思うってことはどうですか、そのスタッフの方やっぱだいぶ一つ一つの行動とか言葉とか印象に残ったんですか。すごい印象に残ったのはお医者さんや看護師さんだけじゃなくて、その周りの医療事務の方とか准看護師さんの方とかすごい連携が取れているなっていう風に感じて、はい、お医者さんの方とか看護師さんだけが知っているんじゃなくて、その関わってくださる全ての方がその祖父のことを理解して担当してくださっていたので、すごい連携が取れている、今チーム医療って言葉もすごいよく聞くと思うんですけど、がすごい取れているなって思って、それがすごい印象に残っています。いやでもね、あの子供の時にそういったことを経験してそう思うということは、知事、まあ、広大病院もそうなんですよ、それも頑張っておられると思うんですけど、泣けてくるような報告ですねこれ。いやもうあの多分、医療病理に尽きるっていうか、あの皆さんそう感じるんじゃないかなと思いますし、はい、逆に今僕なんか思ったのは、このどんなそれこそ仕事でもね、そうやってこう子どもたちが見てると思うとね、やっぱり手抜いてできないですよね、はい、ひょっとしたらそれで人生変わっちゃうかもしれないわけですよね、いやこれ一言じゃなくて、我々もだからあの時の RCC スクールで放送業界にとかって、そうなんですよ。いやあの時知事に会ったけどろくなことなかったなってそれじゃ困りますよやっぱりね。あでもだから大人ってあれなんですね、一つ一つがその人の人生変えるかもしれないし、うん、逆にも出るかもしれないという。そうですよね、うん、一生懸命やんなきゃいけない。本当ですね、うん、ちょっと声張っていきましょうかと思うぐらいですけれども、そして続きましては、キリオさんは、あ、丸としてくれました。キリオさんも教えていただいていいですか。庄原実業から来てくれてます。はい、私も将来は医療系の仕事に就きたいと考えていて、
地元の過疎が進む地域で過疎の進む地域の医療を支えていきたいので残りたいです。さっきちょっとお話しさせてもらったんですけど、キリオさんの住んでる、エリアとかの医療の状況とかってどうですか？具体的に感じることとかっていうの、家の周りは病院がたくさんあるとかないとか、不便に感じたこととか。病院はあんまりないです。あっても小さい病院で、あんまり安心して暮らすことはできないなと思ってます。こういったところが多分こういうお仕事やられてて一番難しいところだと思うんですけど、もうこれ医療のみならず交通インフラ全てどこまでこう行き渡らせて、どこまで効率化を図るか、これってすごい葛藤終わりなんじゃないですか、お仕事の中で。そうですね、どうしてもこう一定の人口規模がないとそのサービスを継続するっていうのが難しいことがありますよね。今坂部さんがおっしゃいましたけど、医療もそうだし、交通とかもそうだし、学校教育とかもそうだし、いろんなことがありますよね。で、地域医療っていうのは特にやっぱり今すごく大きな課題で、まさにその地域医療に携わりたいっていう、若い人がいるのはすごく心強く思いますね。キリオさん、じゃあ地元に残って地元のその状況を変えようということなんですよね。はい、ぜひその初心でよろしくお願いします。で、お隣同じく庄原実業の勝部さん、丸ということで、何やりたいとかって頭の中でどうですか？はい、僕は将来建築士になるのが夢なんですけど、その目標で広島県の森林を使った建築物を建てるっていう目標があるので、広島に残って仕事がしたいなって思ってます。勝部さん、私も展示場とかで見たことあるんですけど、やっぱ地元の家建てるときに地元のこう木を使うととかって、なんかいろいろいいこともあったりとかするっていう聞くんですけど、勉強の中ではどうですか？そうですね、今、輸入で外国の木材とかが入ってこない買ったりするんで、そのためそれがまた起きたりっていうのを防ぐためにも、広島の木材を使って建てた方が何かあった時にもいいですし、地元の木を使っているっていうのを言えば、そこの家に住む人も安心して住むことができるかなって思うんで。そこなんですね。はい、湯崎知事、広島県も、森の部分と木材の部分両方すごく力を入れてらっしゃいますので、現状教えてあげてください。そうですね、県産材を使って、家を建てるとかっていうのに、助成もしてますし、それから森についてもね、僕が就任した頃大体年間のですね、広島県産材の生産っていうのが原木ベースで15万立方メートルぐらいだったんですけど、それを10年間で45万立方メートルに拡大しようというふうに取り組んできて、大体今そこに来てるような、45万にほぼ行くようなところまで来てるんですね。で、このやっぱ木を使うっていうのは今こうとても問題になっている温暖化にも貢献できますよね。この二酸化炭素を木の形に固定して、家とか建築物にするとそれ長くやっぱり使えますから、そこに固定されるということで、とても環境にもいいですし、それから森が循環することによってこういろんな生物多様性だとかね、そういうことにも貢献ができるし、とてもいいことだと思います。ただなかなかそのコストが見合わないとか、担い手がこう減ってるとかっていういろんな課題があるので、そういう取り組みを、ね、しっかりとしていかなければいけませんし、あとはその建築物も一般の家っていうのは、あるんですけども、もっとこう大きな建築物、例えば高層ビルとか、そういうものにも使ってできるだけね行きたいなというふうに思ってるんですけど、そういう技術今また新しく、
できてますし、そういう公共ちょっと大きめの、まあ、まだ高層ビルというところは急にはなかなか難しいですが、はい、あの一定 の, その公共建築物なんかに、まあ、つまりこの居住用の家じゃない、はい、あの公共建築物ですよね、そういうところにこう木を木造で建てるっていうその技術をですね、建築士の皆さんにこう勉強してもらったりとか、そういうこともやってますね。あの将来という勝部さんはこういうの聞いて、なんか将来こんなの建ててみたいなとか、なんか夢あったりしますか？家もあるでしょうけど、今高層なんかも海外では結構法律の関係でだいぶ許されてるって話なんですけど、まあ、特にはないですけど、何でしょうね、まあその木を使って、まあ、まあ広島のシンボルみたいなとかっていうのはちょっと作ってみたいかなって思ってます。おお、楽しみにしてます。ぜひよろしくお願いします。そして続きまして東条高校の中上さんは丸ということで教えていただけますか、その思いを。私はその広島県の中でも広島市内の方に住んだりしたいなと思っていて、広島市内だったらその遊ぶ場所もあるし、その欲しいものとかも何でも揃うなと思って、はい、であと私はあの野球が好きなんですけど、カープの本拠地があるので、はい、広島にずっといたいなって思います。ああ、中見さん、昨日の広島カープの戦いはどうだったですか？引き分けで終わるかなって思って現実的ですね引き分けだと思いました。最後でもうまくいきましたね、あのバントニラサワが決めて、でもどうなんですか、やっぱり野球応援したりするには今の環境というのはちょっとあれなんですか？やっぱもうちょっと近くで感じたいなって思ってあ、そうですか。逆に今あのトータルでいろんな生活してて、学生生活含めて、まあ、東条高校界隈で生活してて、一番困ることとか、もっとこんなところに住みたいな、足りないなと思うことってどうですか？友達とあの休みの日に遊ぼうってなった時に、はい、その遊ぶ場所がなくて、はい、結局予定がなくなったりとかはあ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 、遊び問題ですね。皆さん何や、皆さん結構忙しいでしょうけど、友達同年代で遊ぼうって言ったらどんなことをどこに行ったりするんですか？私はやっぱ市内に行っておしゃれなカフェ巡ったりとか、うん、映画見たりとかですかね。カフェ映画、はい、カラオケとかですかね。カフェカラオケ映画中上さんカフェは近くに？カフェはあります。あります。カラオケは多分なかった気がする。カラオケができない。映画は映画館もなかったです。じゃあ今とこちょっとカフェ しかないっていうことで、やっぱその辺なんですね。でもならではのいいところってどうですか、見つけることできてますか？やっぱなんか街が穏やかなんで、はい、その落ち着きたい時とかそうなんですね。いろいろいい面もあれば悩みもあると。わかりました、下げてください。ありがとうございます。ではこれからはあの個別に今日は皆さんこう湯崎知事に聞いてみたいということを持ち寄ってもらいましたので、まずは庄原実業高校の勝部智也さんからあの知事にちょっと話題提供と聞きたいことをよろしくお願いします、はい、でパワーポイントの操作もご自分でお願いします。はい、庄原実業高校の3年勝部です。湯崎知事は農業クラブというものをご存知ですか？本日は全国的な組織がある農業クラブの活動と庄原実業高校について簡単に紹介させていただきます。広島県には農業に関する学科を設置した高校が6校あります。吉田、世羅、湘南、雪、西条農業、庄原実業の6校です。日本学校農業クラブ連盟というものがありまして、これは昭和25年に科学性、社会性、指導性の育成目標に
農業を学ぶ高校生が交流、研究、発表等の活動を通して主体的に農業活動を進めるために全国組織として結成されました。つまり全国の農業高校生は全員が農業クラブ員であり、毎年農業高校の甲子園ともいえる全国大会が開催され、全国のクラブ員同士で切磋琢磨する場が設けられています。主体的な発表会と競技会はご覧の通りです。まず県大会で6校の中から広島県の代表が決まり、その後中国ブロック大会を得て全国大会へ出場することができます。庄原実業高校本校はご覧の4学科に分かれており、科目ごとで学年が上がるごとに専門性が増していきます。こちらの写真はそれぞれの学科の特色が特に出ているものを集めてみました。湯崎知事はこの中で気になる写真はありますか？この中で知事気になる写真ということですけど、ちょっと横からなんで見にくいところがあるんですけど、でもあの FFJ のね、あれはこう、これですね、作物で絵を描いた。はい、これは環境工学科の2年生が作るものなんですけど、お米を植えてと、そういう絵を作っています。あ、これはお米なのね。はい、まあ、なんかあの鳩のね、こう羽のこういう切れ目までこう入って、あれは後からこうやって買って入れる、いや最初から先ほどありました平板測量っていうのがあるんですけど、平板測量を使ってこういう絵を田んぼに描くんですよ。それでそこに沿って、苗を植えていくっていう形です。すごい細かいところまでね、はい、ね、すごいすごい技ですね。いや、これもこれスイカですか？そうですね。えらい大きいの、相当大きいですねこれ。はい、それは、まあ、生物生産学科の1年生で作るものなんですけど、地域の人と、共同で作っていくっていう。へえ、いや見事な活動ですね。はい、で、今日、お持ちしたものなんですけど、梨と生物生産学科の生徒が作った梨とお米です。お、これは知事に、はい、あ、今日プレゼントで。じゃあ桐生さんから渡していただいて。これは私の生活科学科がこういうものを作ってます。ポプリです。私が作った。桐生さんが作ったポプリ、どんな香りですか？すいません、去年のものなのであまり覚えてません。正直ですね。あ、お米有機栽培。あ、いいですね。この梨は梨オサゴールドっていう、ちょっと待ってね、この梨、はい、勝部さん、はい、オサゴールドという品種なんですけど、特別栽培農産物ってという認証を得ていまして、昨日香港に輸出したばかりのものになります。へ、品種です。で、昨年は100キロ輸出したんですけど、今年は175キロ出荷することができました。輸出が増えてる。はい、すごい。目標が200キロなんですよ。はい、それに近づけるために出荷の量を増やして。へえ、100キロって何個ぐらいになるの？ざっと5個ぐらい。
これでどれぐらいだろう。これで1キロぐらい、はい、だと思う。400個とかですよ。400、500それぐらいですかね。はい、で、梨の裏にある QR コードがあるんですけど。え、裏に QR コード。はい、ああ、これを読み取っていただくと、使用した農薬や化学肥料の詳細を、はい、すごい、が表示されるようになってます。やってくださるんですか。え、勝部君、本当に知事今 QR コードをすごいすごい時代ですね。すごい時代ですよ。はい、でもどうですか、内容的には。はい、節減対象農薬、統治費5割減。ほ、うん、栽培責任者、庄原実業高校、岸本和夫。お、岸本和夫さんは誰ですか。庄原実業の先生。あ、先生ですね。ああ、すごいですよ。あの、節減対象農薬の使用状況、プロピネブ1回、ヘキサポナゾール1回とか。あ、農薬の量が何を何回使ったっていうの全部出てくるっていう。はい、そうですね。これは安心ですね。で、お米の方なんですけど、秋盛りという品種で、はい、有機栽培をしたものになります。へ、新米は収穫がまだなんですけど、今日お持ちしたのは昨年度の小麦になります。へ、こういった生産加工というものもの活動も農業クラブの活動の一つになります。こうやって聞いてるとすごくいいことばっかりに思うんですけど、何を課題とかって感じてるんですか。はい、農業クラブの活動をしていて思うのが、まあ、高齢化が進んでいるので農業する人が減っていて、そのためにも若い人に農業に興味を持てるような活動をしていきたいなというふうに思ってます。で、知事として若い人に農業の興味を持ってもらうにはどうしたらいいと思われますか。うん、ぜひお願いします。すごく単純なんですけどね、やっぱりかっこよくなるっていうのは大事なんじゃないかと思うんですよね。農業がかっこいいと。で、結構今若い人っていうか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくて40代とか50代とかでもすごく活躍してる農家の方いらっしゃいますよね。はい、で、そういう皆さんにこうやっぱりかっこよく農業してもらう、はい、で、まあ、それこそデジタルを使ったりとかっていうことも含めてですけど、それから、やっぱり基本的なところとして農業をやって生活ができるっていう、しっかり生活ができるっていうことを作るのことも大事ですよね。農業やってるんだけどなんかすごい貧乏でかわいそうだなみたいなんだと、なかなかやっぱりたくさんの人がやろうというふうに思ってもらえないので、農業やったらまあかっこいいし、お金もちゃんとね、儲けて生活ができるというのをこうみんなに見てもらう、それが大事かなと思ってますね。まあ、大変なね、ところってあるじゃないですか、やっぱり農業って、はい、まあ、それだけにね、そういうこうなんていうか、かっこよさだとかね、そういうものも大事なんじゃないかなと思います。だからそういう実は若手の農家の皆さん、とこうなんかこう話す機会があったりすると、まあ、みんな農業でね、いやそれなりに儲かっている人たちいるので、いや、ランボルギーニとか買ってくださいよと言うんです。いや、本当にフェラーリ買った人いたりして、はい、で農業やってたら、いやもうこんなにいい、夢を持たせる、そう、夢を、そうそう、夢をね、こう実現できるみたいな、はい、そういうふうに言ってるんですけどね。こう、なんとなくこうあんまりこう派手にしてると、はい、こういけないんじゃないかみたいなところがこう農家の皆さんにまたあったりするんで、はい、でもランボルギーニってもともとトラクターから始まってるんですよ、ね、そうなんですか。確か、へえ、じゃあある種原点っていうか思いに返ってるっていう、そう、はあ、やりましょう、和部さんこの話をそのまま覚えておいて、はい、わかりましたランボルギーニに乗った和部さん会うの楽しみにしますよ本当
あ、ありがとうございました、はい、でも藤原さんとかどうですか、あの周り田んぼとか畑もある環境でも育ったと思うんですけれども、話聞いててなんかこうしたらいいんじゃないかなとか、逆に勉強になったこととかどうでしょうか。私も中学校の時に、私は行ってないんですけど高校の体験授業があって、友達が実業高校に体験に行った時に、すごいなんかその時は火葉牛を使った生春巻きを作ったって言ってたんですけど、すごい楽しかったって言ってたのを聞いてて、なんかそれまでは私の周りにも田んぼとか畑とかあるんですけど、はい、農業って大変だしきついな、きつそうだなってイメージがすごい強かったんですけど、なんかそういうものを作って食べてっていう楽しいっていう一面もすごい大きいんだなっていうことに気づかされました。あ、大事なことですね。あとはでもあの同年代の例えば STU48 の峰吉さんとかって、じゃあ農業をやってて同年代が頑張っててこんな風にしてたらかっこいい、ランボルギーニも一例だと思うんですけど、もう一例やっぱり勝部さんも引き出してほしいなと思って、こんな形で農業やってたらかっこいいなとか。そうですね、私もなんかちっちゃい頃に畑をなんか手伝ったりとかしたことあるんですけど、なんか真夏の暑い中とかでもなんか大変なことをやんなきゃダメじゃないですか。だからそれがなんか面倒くさがり屋なので、私は正直はなんかもっと簡単に手軽にというか、室内とかでもなんか美味しい果物ができるみたいな、これからなんか世の中になっていったらすごいかっこいいなって思います。はぐれさん、あのそうなんですよっていうでも結構ですし、そんな甘くねえんだよでも結構ですけど、今聞かれてどうですか。そうですね、まあ、最近だったら、コンピューターを使って、まあ、全自動で農業はすることはできたりするので、はい、まあ峰吉さんが言われてた室内の中で農業するっていうのはちょっとずつ可能にはなってきてます。おお、なんかかっこいい農業が見えてきた感じがします。いろいろありがとうございました、勝部さん、はい、ありがとうございました。続きまして東城高校の中上さん、ちょっと話題提供とちょっといろいろ聞きたいことっていうことでお願いしたいと思います。パワーポイントのリモコン渡してあげてください。中上さん緊張しますね、今日お母さんも来てますもんね、見に。お母さんが明るい方で本当に東城高校2年の中上美奈です。今日は学校を代表して東城高校が抱える課題について知事に知っていただき、そして相談に乗っていただければと思います。東城高校のことを知ってもらいたいので、東城高校の良いところ課題を紹介したいと思います。まず東城高校の良いところを紹介したいと思います。東城高校の良いところ、まず1つ目は一人一役が可能なところです。東城高校の生徒数は66名とかなり少ないですが、学校行事などで一人ずつ大切な役割を持つことができ、私はあんなにやってるのにと思うことはほとんどありません。東城高校の良いところ2つ目は全校の力を合わせやすいところです。やはり人数が多かったら誰かがやってくれるだろうと思ってしまう人が出てくると思います。ですが少人数だと一人一人が自分がしなくちゃという思いと責任が芽生え、結果的に全校の結束を高める要因になっています。東城高校の良いところ3つ目は町とのつながりが強いところです。例えば東城高校がこれをやってみたいといえば、たくさんの地域の方々が協力し支えてくださいます。だから東城高校は他ではできないようなことに挑戦することができます。その他にも東城応援隊という東城高校生有志で組織するボランティア団体があり、地域のイベントで案内をしたり東城町のマップを作ったりと学校と地域とで深い関わりがあります。しかしそんな東城高校も新型コロナウイルスの影響で生徒が楽しめる行事が減りました。さらにこれまで学校行事を引っ張っていた先輩方が卒業し、新型コロナウイルスにより行事ができず、行事での盛り上がり方を知らない生徒がほとんどになっています。
そうしたことにより魅力の発信ができず生徒数の減少に拍車がかかっています。次に東条高校の課題を紹介します。東条高校の課題1つ目は生徒数の減少です。先ほど説明したように中学生などに東条高校の魅力を発信できず、コロナ禍以降入学者数が20名程度にとどまっています。次に東条高校の課題2つ目はつながりの再構築が必要なところです。これまであった先輩と後輩の縦のつながり、地域との横のつながりが薄れていることにより高校だけでなく地域も元気がないように感じます。なので東条応援隊の活動を活発化させて先輩後輩のつながり、そして地域とのつながりを再構築する必要があると思います。そして元気がないのは東条高校だけではありません。コロナ禍で東条の街も元気のないように感じます。そこで昨年私たち2年生は元気のない東条町を明るくすべく光で街と人をつなげるをテーマにイルミネーションの作成を行いました。このイルミネーションの企画はどんなテーマで行うか、どんなデザインにするか全員で考え実行しました。先生や生徒だけでなく地域の方や市役所の方も協力してくださいました。この企画によって周りを見て自分から動けるようになったり、率先して挨拶ができるようになったりと態度などが成長することができました。それに加え高校生が行ったということで多くの方が楽しんでくださり、町の活性化につながりました。そしてたくさんの方々からの励ましの声や良かったよという声をいただき、大きな計画をやりきった達成感と感動を味わうことができました。この経験を踏まえ湯崎知事に質問です。私は東条高校と東条町を元気で魅力のある町にするには地域との交流が大切だと思います。そこで東条に行ってみたいと思ってもらえるような PR 案を考えてきました。この中でベスト3を選んでもらえますか？この他知事の良いアイデアがあれば教えてください。いや、新しい切り口。この中からベスト3を知事に選んでもらいたいと。ああ、じゃあ知事に選んでもらいながら、せっかくなんで参加の皆さんもホワイトボードを消して、いいと思うの2つずつ書いてください。最終的には合議制でちょっとベスト3、そっちも決めたいと思います。知事いかがですか？ベスト3難しいと思いますけど、これやっぱり一番上にあるのを選んでほしいっていうのがあるよね。フェスは外せないと、はい、あとはそうね、言っちゃっていいんですか？みんな書みんなも書きますよ。知事お願いします。まず、いやもう言っちゃっていいですか？知事バージョンと合議制バージョンでお願いしたいと思います。こうやっぱり地域の人とのこのつながりをね、再構築しなきゃいけないっていうことだから、アートワークショップ、おあとギネスに挑戦もいいですよね。これはもう地域のもう高校生も参加できるんで、ギネス 何がいいですかね。何がなんかいいこといっぱいありますよね。逆に生徒数が一学で20人前後っていうことで、私が考えているのは1分間で何人ハイタッチできるかっていうのがあって、それならその地域の人とかも呼んで一緒にできるかなって思って。ああいいじゃないですか。ただそれ技能だいぶ必要ですよね。1分間で何人ハイタッチできるかっていう、何回やるか、1分間で何人とできるか。あそれは1人の人がそこまでは分からないんですけど、まあでも俊敏性とか相当練習が必要になってきますね。ダダ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 っていう。あと言ってたのがテストの答案返ってくるの早いって言ってましたよね。生徒数が多くね、ものすごい採点早いって。先生すぐ採点。先生すぐ採点。先生もまんざらではない。すぐ帰ってくるって言ってましたけど。それいいかどうかよく分かんないですね。確かにそうですね。すぐ結果分かっちゃう。皆さんは同年代の意見を聞いてみましょう。知事はアートワークショップギネス。あ、もう一個でしたね。フェス。あ、フェス。この3つと。じゃあ。STU の峰吉さん、はい、ちょっと見せてもらってよろしいですか？はい、
はい、私は一番上のフェスと、はい、あの下のお祭り、お祭り、はい、高校生がメニューを開発して、はい、祭りでなんか美味しい食べ物いっぱい出してくれたらめちゃくちゃ行きたいなって思いました。はい、食べ物どんなものあったら行きたいなとかどうですか？なんだろう、男性からすると、焼きそばとか。一緒、意外と普通でした。本当ですか？はい、あとはきゅうりの一本漬けとかめっちゃ好きです。いやいや、めちゃ普通、同年代の会話みたいじゃないですか。はい、本当なんかおしゃれなあれ来るのかなと思ったら。あ、分かりました。きゅうり丸かじりしたいです。はい、定番で勝負と。はい、どうでしょう、庄原実業さんはどうでしょう、参考に。はい、じゃあ桐生さん、せっかくなんで、フェスとギネスのやつですね。ギネスはどうですか、これだったらみたいな、まだないですか、アイデア。今あるギネスがちょっとよくわからないんですけど、まあ、なんか楽しい感じのやつなら盛り上がって、はい、しかもわーってなると。あ、そうですよね、やっぱ楽しいやつだとわーってなりますもんね。僕もそう思います。ありがとうございます。新庄高校のお二人はいかがでしょうか？メニュー、高校でメニューを開発し、祭りなどで出店 とカープの選手と交流です。カープはやっぱり広島で、私の家族もカープすごい好きなんですけど、はい、やっぱりカープ好きな方多いと思うんで、そしたらカープのファンの方も東条の開催地に来られて、同時に東条についても知ってもらうこともできるかなと思う。多くの人にカープ、はい、あと東条を知ってもらうこともできるのかなと思って、いいなと思いました。皆さんの意見いろいろ聞いて、すみません、一応開票させていただきます。開票率 100%、1位フェス、2位ギネス、そして同率2位がお祭りということになりました。開票結果を受けまして、湯崎知事、フェスがトップ当選ということなんですが、フェスの課題も含めて、可能性も課題もあると思うんですけど、何かいかがでしょうか？フェスでね、今いろんなところでやったりしていると思うんですけど、でもこう、まあ、場所とかね、なかなか確保が大変かもしれませんけど、はい、なんていうんでしょうか、こう一つのこのこうブームみたいな感じもあるから、はい、こうすごくたくさん人が集まってきてくれて、うん、楽しいんじゃないかなと思いますよね。STU48 の力も借りながら、ぜひフェス、ぜひ呼んでください。お願いします。仲良くなっていてくださいね、ここで。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。東条高校のこといろいろ分かりました。続きまして、新庄高校、広島新庄の藤原さん、お願いします。ではスタッフからパワーポイントを回させていただきます。操作の方も含めてお願いいたします。新庄高校の藤原です。私たち新庄高校の1年生は、学校の課題で、社会問題から大学についての学部を結びつけて将来について知ろうという総合的な学習のようなことをしたんですけど、その中で私たちは日本の GDP や円安について調べ、日本の経済について学びました。少しパワーポイントを使って紹介させてください。私たちは今の日本が GDP が低下しているという社会問題に着目し、どうしたら向上させることができるのか調べてみました。まず GDP とは、その国の生産の規範や国の豊かさを示す指標のことです。これは世界の GDP の推移になります。これを見ると、世界的には上昇傾向にあるのに対し、日本はあまり上昇していないことがわかると思います。1970年から1990年頃、日本は高度経済成長期で最高期を迎え、アメリカに次ぎ2位になっていましたが、今では発展途上国や韓国にまで抜かれてしまっています。日本の GDP がこのように低くなった理由は、よくコロナ対策をによる封じ込めを優先しているからだという人もよく
いると思いますが、実はコロナウイルスの感染が拡大するはるか前から日本の GDP の成長率は低くなっています。その主な理由として2つあり、1つ目は低賃金重労働が行われていることになります。2つ目は日本の企業はブラック企業と言われるサービス残業は当たり前、成果が正当に評価されないなどの企業が多くあると思います。2つ目は円安対策、円安です。日本は今までにないくらい円安のため、海外投資が少なくなったり物価が上昇したりしていることがあると思います。では逆に GDP の高い国ではどのような対策をしているのか調べてみました。1つ目は高い教育水準の確保です。大学等で通信事業の専門分野を重視するなど、教育の質を高くすることで多くの分野でトップクラスの人材を育成していました。次に公用語を英語にしたことです。そうすることでアメリカをはじめとする企業を参入しやすくしています。最後に自由な働き方を推進したということです。労働市場にさまざまな産業を採用したり、規制を緩和させたりすることで外資系の企業にとって活動しやすくなり、労働生産性の向上につながりました。また社会保障を安く充実させたり、待遇を良くすることで生活の質を高くすることができたり、労働時間の融通が効き休暇が取りやすいなど、女性も社会進出をしやすいという環境を作り、女性の社会進出を促進し、高い労働生産性につながっていることが分かりました。最後にこれまで調べてきたことを含め踏まえて、日本 GDP を上昇するさせるためにするべきことを考えてみました。まず低賃金重労働をやめ、労働環境を整えることです。充実した保険や労働に見合った対価を用いることが必要だと思いました。次に少子高齢化を抑制し、労働力や税金を増やすことです。またもっと女性も社会進出しやすい環境を整えることも必要だと思いました。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。これを踏まえて、この日本の経済に私は興味が湧いて、日本の現状をこの課題に取り組むことで知ることができました。国の意見とかをよく聞くんですけど、この国の状況について湯崎知事の考えや意見を伺いたいです。まずね、知事のこれだけ調べてもらったらすごく納得なんですけれどもね。なんかね、すごく勉強して、質問はビッグな質問でした、ね。この最後の GDP っていう、これもこれはどっかにあったんですか。なるほどね。とてもね、このプレゼンテーションもよくまとまって、よかったなと思いましたけど、まさにこう指摘、ね、してある通りで、例えば女性の、働きやすさだとか、そういうことはすごく大事だし、例えばその僕が、みんなは多分もう知らないと思うんだけど、就任した当初の時に、全国で初めて、育児休暇を取った知事になったんですよね。でそれは何かっていうと、やっぱり女性の働きやすさっていうことを進めていく。でそのなぜそれを進めていかなければいけないかっていうと、まさに今プレゼンしてもらったように、女性のこの力っていうのを社会で、もっとこう活用していくっていうことが、それこそ GDP の、向上につながっていくし、で女性が活躍するためには男性がこれまで女性にずっとこう負担が偏っていた、いろんな家庭内のことですよね、子育てとかもそうなんだけど、それを負担していかないとそれが実現できないので、なのでその男性がその子育てをちゃんと役割を果たすということをやらなきゃいけないということで、当時はもう本当に男性の育児休暇とか休業とかどれぐらいだったかな、 3% とか 4% ぐらいの人しか取ってなかった。今は 18% 近くかなぐらい取ってると思うんですけど、広島県は18は行ってないかな、でもだいぶ増えたんですけどね、
とかね、すごく大事なことだし、あと、まあ、低賃金っていうのもすごく、まあ、賃金が伸びてないっていうことがすごく課題で、これは国の方でもね、例えば最低賃金を、まあ、上げようという取り組みをしたりとか、まあ、岸田総理の、分配っていうのは、まあ、そういうことですよね、その労働者に分配をしていくっていうことをもっと進めていくっていうのも、まあ、国も一生懸命やろうとしてますけども、とても大事なことだと思います。でも県の政策なんかでも、まあ、英語の教育力入れたりとか、あるいは労働環境とか働き方とかってすごく言ってらっしゃるじゃないですか、うん、そうですね。それがこういうふうに GDP につながってる、なんか逆に藤原さんの話聞いてすごく納得なんですけれども、やっぱあれなんですね、こう道徳的な話に思えて我々の働きやすさとか生きやすさを変える上でも一つ一つ訴えてらっしゃることって自分に跳ね返ってくるんですね。そうですね、まあ、最後はやっぱりまあ、GDP を増やすことを最終目的にしているわけじゃないですけども、はい、まあ、特に1人当たりのこう生産性が上がっていくということは、まあ、この、まあ、まずベースにあるこの豊かさというかね、まあ、よく物質的な豊かさじゃないだろうという話がありますけれども、はい、それはでもやっぱり一定のものがあって初めて、はい、そう言えるわけであって、その例えば日本がそれこそ、まあ、世界の中にはね、その今日明日食べるものも、難しいっていう、はい、まあ、今ウクライナでの戦争でこう食べ物が手に入らなくなっている国とかがあって、でまさに飢餓に直面しているような国もあるわけですけども、はい、まあ、日本は今そうなってないですよね。で小麦が高いっていうふうになってるけど、でもまだ小麦買えるわけですよね、はい、それやっぱり日本の経済力があるからそれができるわけであって、でそれができない国っていうのがやっぱり生まれてくる。だからそういう意味での経済力っていうのは、はい、すごく大事だし、はい、まあ、そこがやっぱりベースとしてあって、その上にいろいろ成り立っているということから言うとね、はい、今のような、まあ、いろんなこの方策で、まず経済的な豊かさっていうのをしっかりと確保していくっていうのはとても大事なことだと思いますね。どうせもうこれだけ大きい問題になると一気に答えってなかなかないんでしょうけど、でも知事こういうプレゼンテーション聞いてると、こういった高校生とか若者これだけ理路整然と考えられるのか、広島県内にいるというなんかちょっと誇らしいと言いますか、はい、あれですね、胸が張れますね。いや広島県も教育に力を入れてますから証明してくれたと、はい、藤原さんありがとうございました続きまして同じく広島新庄高校の茨さん、ぜひ今日は知事に尋ねたいことがあるということでお願いします。はい、私は国際関係に興味があって、国際の経済とか教育に興味があるんですけど、知事は高校時代にアメリカに1年間留学されたり、大学もスタンフォード大学の経営大学院で学ばれたりされていますが、私も将来留学とかすごいしてみたくて海外にも行ってみたいんですけど、その留学とかの経験を経て得られたものとか、する留学とかするメリットデメリットを聞いてみたいなって思ったのと、あと最近広島県は2021年くらいに経営大学ができたじゃないですか。県立経営大学ができたり、ちょっと前に H 学園ができたりして、広島県も国際関係に力を入れているのかなっていうのを聞きたいです。はい、そうですね、まず国際関係っていうか、教育の中でのその国際化っていうところはすごく、これももうずっと取り組んでいることですけども、例えばもうそれこそもう12年以上前になるわけですけど、まあ、就任してすぐやったのはこの、まあ、皆さん私立だからちょっと必ずしもその中に入ってないんだけど、広島県の公立高校全高校が、外国の高校と姉妹提携を結ぶようにしたんですよ、全高校が。まあ、これなかなかそうやってもこう難しくて、その交流をずっとこう継続するというのはなかなか大変で、商売実業も東条高校もあるはずだよね、うん、姉妹高校ね。で、まあ、それでまずその海外との交流を増やすとか、
あと高校生の留学を支援するっていうのもやっていて、留学生もこう増やすっていうことをね、まあ、やったりしてますけども、で、まあ、H 学園っていうのはまあ、H 学園はまあ H 学園だけなので、まあ、ちょっとあれですけど日本人が40人で海外の生徒が20人っていう、こうそういうクラスというか学年単位で、まあ、勉強していくっていうのをね、全寮制で今やってますけども、はい、そういうこととか、やってますね。で、まあ、あと留学のこうメリットデメリットですけど、そのデメリットっていうのはないと思うんですよ。まあ、こう人生経験してて自分のこう選択したことがこのデメリットってことないと思うんですよね。この何でもやっぱりメリットとかデメリットとかっていうか、プラスとかマイナスっていうのは自分がどうそれをこう取り込んでいくかとか、自分が そこから何を学ぶかっていうことでプラスにもなるしマイナスにもなるっていうことだと思うので、自分がこれをマイナスだと思っちゃったらマイナスにしかならないし、その中から学ぶものをこう見つけることができたらそれは全てプラスになると思うんですよね。で留学とかはもうまさにその若い時に、その自分の全く知らないところに行って、まあ、いろんな発見があるので、それはもう基本的には全部プラスになると思いますし、僕は一番、感じたプラスというプラスっていうか感じたことっていうか学んだことっていうのはまあ、アメリカに行ったわけですけど1年間ね、その世界中人間は同じだっていうまあよく、まあ、文化が違うとか何とかいろいろ言われますけど、あ、人間同じだっていう、ね、その発見が一番大きかったですよね、うん、でもそれって大きいですよね。当たり前のことのようにそれって意識しないじゃないですか普段。そうなんですよね。だから、まあ、人類みんな同じとかねよく言われたりとか、逆にそのいや違う文化異文化なのでそれを理解することが大事だっていう話、まあ、それは逆に言うと違いについてとても着目していることだと思うんですけど言われますけど、やっぱりアメリカ人でも何人でもご飯食べて寝てで楽しかったら笑うし悲しかったら泣いてるし、はい、まあ、同じなんですよね基本は、うん、それが知れたからこそみたいなこともあるでしょうし、でも実際今今田さんこうやって出されるってことは今コロナ禍でなかなか海外とかも昔ほどノーマルと思えないような状況で迷いもどっかであるのかなと感じるんですけど、実際どうですか留学に関して今自分の頭の中っていうのは。まだ考え中なんですけど、はい、日本の大学4年行った後にアメリカの大学院に行って、アメリカの大学に入学したいなってのはあります。多分茨さん自分で決めるとは思うんですけど背中を押すようなあれも欲しいと思うんです。どうですかその辺で行ったらいいよっていう部分。いやそれはぜひ行ったらいいと思います、うん、まあ、何を勉強したいかっていうこともあると思うんですけど、うん、とてもこう日本だけで勉強することでは得られないことっていうのはたくさんあると思いますね。で、まあ、大学院だけど大学院まで待つ必要もないと思うんだよね。いつでも行きたいと思った時に行けばいいと思うし、例えば、まあ、よく最近の高校生が言うのは、まあ、受験なんかでも浪人したくないとかね、はい、高校で留学すると1年遅れちゃうとかで、それをすごく嫌がる人たちがいるんですけど、人生もう社会人になったら1年とか2年とか全然関係ないですよね。全然もうそうですね、全く関係ないので、ま、これ本当に関係ないから、その特に僕はその浪人が嫌だっていうのが本当にこう僕としては理解できないっていうか、まあ、僕の子供たちもみんなと同じ世代で、まあ、本人たちもあんまり嫌がってたし、はい、友達もみんな嫌がってるんだけど、嫌がってる人多いんだけど、いやもう本当に関係ないから、うん、確かに5年長生きして5年長く活躍して好きなことやった方がいいですもんね。いやそうそうそう1年浪人という、まあ、極論かもしれませんが、うんうん、あ
さて、残り時間ちょっとわずかになってきたんですけども、ちょっともう一個だけ短くなんですが、中上さん、もう一個ちょっとこれ知事に聞きたいことがあって、ちょっとこうややシリアスな問題だったりするので、答えれる範囲でお願いしたいと思います。県北地域で顕著だと思いますが、過疎化に伴い学校の生徒数も減っていて、最悪廃校といったことも考えられています。このあたりについて知事の意見が聞きたいです。可能な範囲でぜひお願いします。はい、今東条高校がね、その、こう、まあ、その学校のあり方を見直すっていうところの基準にこう、まあ、引っかかっちゃってるっていうか、県内今3校あるんですけど、それの一つになってるんですよね。で、これはなかなか難しい問題なんですけど、やっぱりこう地域を挙げて支えていくっていうことがすごく大事なことなので、まあ、さっき中上さんがプレゼンしてくれた、まあ、先輩とのつながりだとか、あるいは地域とのつながりっていうのは今こう薄くなっちゃってるっていうところがありましたよね。それでコロナでまた入学者が減ってるっていうところがあると思うんですけど、今逆に、そういう状況になっているので、地域の人たちもとても今危機感が生まれてると思うんですよね。でなので、まあ、地域の皆さんとまさにさっきのような、横のつながりをしっかりともう一回強めていって、そしてやっぱり先輩もとっても大きな鍵になるじゃないですか。で、盛り上がり方がわからないっていうことだけど、それはじゃあまた先輩に来てもらって、でそれをこう、ね、復活させていくとか、そういうことを通じて、この活性化をしていくっていうことがとても大事なことだと思いますね。で、これまでも県内でそういうこの廃止をするか、あるいは他のこの分校になるかっていうようなところに来た学校が、まあ、復活して、その、まあ、元通りっていうかね、になってる学校もあるので、それやっぱりすごく地域の皆さんの支える力っていうのが大きかったんで、ぜひね、地域のと一緒に頑張ってほしいなと思います。ぜひ今日決まったじゃないですけど、フェス実現に向けて頑張ってください。ありがとうございました。さあ、皆さんからいろいろ疑問とか話題提供いただいたんですけど、改めて代表して新庄高校藤原さん、今日いろんな人の話聞いたりとか知事の話聞いて感想一言お願いします。はい、自分の高校にだけだったら多分気づけなかったこととか、実業高校の方皆さんの取り組みとか活動とか、東条高校さんがイルミネーションをしたとかっていうのを知ることもできたし、知事にいろんな話、いろんな視点からお話を聞くことができて、すごいいい思い出にもなったし、これからの自分の生活や学校生活に生かしていけたらなと思いました。 ありがとうございます。そして峰吉ありささん、改めて今日の感想いかがだったですか。はい、そうですね、正直なんかもうお話を聞くまではこの GDP のこととかも全然知らなかったんですけど、そのことについてたくさん調べててすごいなって思ったし、農業の魅力とかもたくさん伝えていけたらなって思うので、ぜひフェスとか呼んでください。いや、フェスの時よろしくお願いしますね。はい、お願いします。年代問わず焼きそばときゅうりみたいなんで、きゅうりまた庄原さんがやってくれますので、庄原実業さんよろしくお願いしたいと思います。では最後のお時間迫ってまいりました。湯崎知事、高校生に最後こうエールメッセージをお願いします。はい、本当に今回もね、すごく積極的で、こういろんな課題だとかを自分ごととして取り組んでくれている高校生の皆さん参加してもらってですね、とても頼もしく思いました。これからの未来をこう作っていく皆さんなので、ぜひね、このまままた頑張ってほしいなと思います。ありました。湯崎知事、今日お忙しい中どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。以上をもちまして第4回湯崎知事と語ってみたサポーティッドバイタミヤパーツを終了いたします。これ配信があるんで終わり際難しいんで、カメラ、あちらのカメラに向かって、はい、大丈夫ですって言われ手を振りましょう。それではありがとうございました。登場にぜひ来てください。